谷峠です。ここから花高線に向かいます。花高線の案内があります。登りましょう。雨が小降り、また明るくなってきました。境界杭です。日が差してセミが鳴きました。小峰ピークかな。ここは少し開けています。立ち枯れの木、葉っぱにまた水滴がついています。苔むした岩です。急です。なだらかな道になったでしょうか。まだ高いところがあるんでしょうか。氷水あるけど暑いです。下って登るんですね。すぐと書いてありますね。そこでしょう。まだブヨがいます。最後の坂でしょう。田淵さんから4キロは離れています。お、明るくなりました。ここですね。着きました。13時32分、花高線山頂、536メートルです。蝶々がいっぱい。田淵さんから離れました。一畑電鉄の線路沿いの町、今日は白っぽい景色です。出雲の町、川をズーム、出雲の町です。大社湾が見えています。うるっぽい湾の方です。13時45分、下山しましょう。少し風が来て気持ちいいです。三方会と書いてありますが、重走路から離れてキャンプ場に向かっています。急です。滑ります。ここは山道が合流しています。分岐ですね。月回り峠、高阿吽山かな。そっちから降りましょう。重走路の方が綺麗だったけども、目印がたまにあります。分かりにくいなと思いましたが、テープがあるから探しながら行きます。今度はあっち、分岐です。また上りですね。ピークです。祠がありました。山頂です。自然林です。たまに蜘蛛の巣があります。境界杭が続く道です。動揺が少なくなりました。南の方で雷が鳴っています。悩むところはありますが、踏み跡をたどれば大丈夫。雨ですが木が防いでくれています。鹿よけの柵がありました。通過します。ここに入り口と書いてます。柵から出たら天平古道の表示があります。少し雨宿り、雨だけどセミが鳴いています。行きましょう。ここが芝床みたいですね。住宅地に降りてきました。14時58分、車道です。花高線の案内、道路が濡れています。こんな標識がありますね。山の方から風が吹いてきます。案内図です。
暑いです。県立大学の分岐です。暑いから山沿いの道を行きましょう。凌雲寺への道がここです。飛びガス城跡の案内です。田伏山を眺めています。田伏山を回り込んでいます。本当鍵が少ないです。朝 U ターンした道です。こっちでしょ。まだ山陰になりません。タバコの自販機です。古墳の案内ありますね。金山地区です。靖国寺です。風があります。16時50分、田伏山登山口に戻りました。